桟敷の古い形折口忍この字は室町の頃から見え出したと思うが語がずっと大昔からあったことは危機の注釈書の全部がこぞって可決したところである言うまでもなく大和の卸退治の定に木木二つながら音仮名で桟きと記しているそれより後の部分にも神宮のマコマの仁王子 菅野に受けひがりして、各、さずきにいると、赤井がさずきに登って、籠坂の王を食い殺した、神宮記、ことがある。また、百済の生けつ姫、石川の盾と働いて、王子の逆鱗に触れて、二人ともに両手両足を木に貼り付け、さずきの上に据えて、くめべの手で炊き殺された、有力記、よしが見える。 この少なくとも奈良以前に旗物の極刑にあったことを示した伝えは罪人を神の前に仮殺する一種の神事と佐月との関係を示すとともに形は足台の上に屋根なしの箱舟を置いたようだったことを思わせる仁王寺の場合も受け井の神事と狩りのらとを兼ねたものらしい山、塚、旗、矛などのほかに今一種 神よぎの庭として、こういう台に似たものを作ったことがあったのだろう。また、宇治、獅子地にまぶしたて、今据えただけでは、かなわぬ猛獣の場合に構えたらしいこと。今なお、この風の櫓構える漁師があるのでもわかる。木に、門ごとに、さずきを結ぶと見え、木に、かずき山なるを作るとあるのも、入り口の上に構えたものもあり、 柱間ののの広いものもああったことを示すのである祭りその他の物見に作り構えた桟敷は古くはやはり櫓の一種であったと思われる桟敷というと時期と実際とが相まって長く作りかけたものらしく思わせているが古い形は今の人の連想とは交渉を没した形で地上からやや高くそそり立っていたのであろう。